アキラッチのスカッと皇室、篠原丈一郎の視聴者は統一教会、これは事実、園遊会で雅子様神対応、秋篠宮様は超絶不敬。はい、どうも、かちです。この間ね、篠原丈一郎さんと統一教会について何度かね扱いましたけども、なぜ篠原丈一郎さんが統一教会を擁護しまくるのか謎ですよね。まあそこでね、過去の統一教会の動画を改めて見ました。2022年11月22日に篠原丈一郎さんと文化タブーの岡崎さんと多田文明さんが統一教会について対談していました。まあその内容がね面白かったですね。多田文明さんは元統一教会信者で、1987年から1996年まで入信していて、一番ね統一教会の恐ろしさを知ってるわけですね。まあ、ちなみに多田文明さんは、まあ、こんな感じの人ですね。元統一教会の信者で、まあ、その洗脳の仕方とかね一番詳しいわけですね。という感じでね、統一教会が入り込んだりとかして、まあ、知らん間にね信者にって感じで、まあ、そういった手法とかが、まあ、詳しいということで、まあ、その本の紹介とね統一教会についてってことで対談でね呼ばれたわけですね。まあ、それでね、悪徳業者の勧誘実態と対策についても話していましたけども、まあ、ここでね統一教会を擁護しまくった篠原さんが、統一教会に厳しいね多田さんと対談して、統一教会をどう擁護するかですね。今では統一教会擁護が判明したんで、これからね篠原さんが統一教会に厳しい人と対談して、まあ、どうね擁護するのかっていう点に注目をしてみると楽しめる動画ですね。まあ、この動画の最初の冒頭45秒あたりから何を言い出すんかと思ったらね、篠原さんは統一教会の信者の皆さん、いつも見ていただいてありがとうございますと入ってました。いつも統一教会が見てくれてるようですね。そしてそれを篠原さんは知ってるようですね。篠原丈一郎さんは元共産党として反統一教会と活動もしていたけども、今は統一教会側に立っているから、統一教会の信者さんが視聴者さんにいることを理解していて、いつもね見ていただいてありがとうとコメントしたわけですね。さらにね、3分49秒ぐらいから再度信者の皆さんごめんなさいと断った上で、詐欺商法だってことで統一教会にややね厳しいコメントをする時に関してはごめんなさいと断った上でコメントするわけですね。まあ組織性とか悪質性とか問題視すると、共産党の時もいろいろとね相談があって、昔は共産党はインチキ商法の相談窓口を持ってきて助けてあげて支持者を広げるという活動をしていたようですね。だからね、そういった意味では共産党は素晴らしい政党だから、篠原さんが共産党にいたのかなとね思ったら、それを否定的な意見で語ってました。その部分で共産党を褒めるのかと思ったら、共産党は公明党の創価学会とやり方が似ていると言ってネガティブな方のコメントをしていました。当時は統一教会は反共産党だから、篠原さんも統一教会の人が来るとねやられるんじゃないかっていうぐらい目が怖かったようです。ただ共産党をクビになったから、今では統一教会が視聴者にいるぐらい仲良しだと思いますね。ちなみに共産党をクビになってからはフリージャーナリストとして海外を取材とかすると、行った先々で統一教会がいろいろと活動したようですね。北朝鮮でも統一教会が活動したようです。ちなみにね、統一教会の中では韓国人と日本人というだけで、韓国人の統一教会信者の方が立場が上みたいですね。そして日本はサタンの国とかですね。ちなみに篠原さんも共産党時代は統一教会の人を無理やりね騙してもいいから統一教会から引き離そうとする活動とかもするぐらい、統一教会を敵対視して問題視したようですね。ただね、そんな篠原さんが今では統一教会にも家族がいて生活していて、自民党の活動の中でもたくさん仕事をしている人がいるのに、反社会的だ、どす黒いだというのは間違いだと訴えてるわけですね。まあ、強烈にね統一教会を擁護してますね。共産党の時の統一教会は悪だっていう考え方は間違ってありますね。統一教会は素晴らしい人だ、私たちにスパチャというお布施をしてくれて素晴らしい人だっていう思考に今ではなっているわけですね。しかも統一教会の信者について冗談で見てくれてねありがとうとか言ってるんじゃなくて、18分54秒からもこれ信者の人が見ているんだけどもと多田文明さんに語ってから、信者に謝るように前置きをしてから、今から統一教会の厳しいコメントをするけども許してねって感じで語ってます。
まあ、タラさんもね、なんか呆れて笑ってる感じでしたけども、まあ、信者さんが見てることを知らないで対談としてね呼ばれたのか、まあ、自分の本をね紹介してもらうから、まあ、しゃあないなって感じで聞いてるのか、ちょっとまあスタンスをね変えるしかないかなって感じで見守ってる感じでしたね。統一教会の信者は洗脳されているから抜けられないということは語っているんだけども、そういった統一教会は教祖が問題だから解散命令しろとか、そういった統一教会に厳しいコメントは出さないわけですね。それと統一教会の信者と分かった上で付き合いがある人も何人かいることを語っています。統一教会の問題はパラグアイとかに住み着いて開拓をしたけども2世とかが住み着かないから商売としては失敗してるし、開拓地とかそっちの方が問題視した方がいいよってことで語ってました。さらに33分21秒ぐらいからこんなこと言うと統一教会の信者の人から怒られるけどもってことで前置きしてから、でもどっかで断ち切らないとまずいと言ってね、詐欺商法の完成された体系だと毎回ね統一教会に否定的なコメントをするときは信者にお断りを入れてからコメントをしてます。それとオウムの信者って周りには多くて隠してたけどもカミングアウトしてくる知り合いが何人かいたけども、そういった人は技術者とか理系の人とか辞めてから立ち直りが早いとオウムは信者がスパッと立ち直れる点を挙げていました。その点で統一教会を辞めた人はどっかずれている、生活習慣のずれで感覚がおかしいとして行動パターンもちょっと違うと指摘をして普通の人に戻れてないと語ってました。まあ、統一教会ね辞めてからの話ですね。だから統一教会の信者を孤立させたらダメだっていう感じで語ってますね。まあ、全体的にね政府は信者に優しくしようよって感じの展開ですね。さらに最後の方では自民党にいろんな新興宗教が入り込んでいて、自民党の議員はいくつも宗教に入らなければいけないようです。それで宗教票がもらえるようですね。これは自民党だけでなく立憲民主党もそうだということで、まあ、宗教政権のヤバさを語ってますけども、宗教には優しくいきましょうと宗教政権を擁護していますね。まあそれはね統一教会の信者のスパチャで成り立ってるチャンネルですからね。最後は統一教会を陰険化で穏やかな形で決着してほしいと訴えて終わっていました。まあ、だからね統一教会の信者が見に来てくれて成り立ってるチャンネルですね。まあ、ちなみにね大豆海田実さんというね変わった名前の人がいますけども、こういう記事を書いてますね。まあ、こういう形でね名前変わってますけども、以前は週刊現代で記事を書いてるわけですね。韓国へ嫁いだ日本人信者ということで書いてますけども、これがかなりね興味深い記事です。まあ、これをねチャット GPT で要約してみました。まあ、この人はね栃木県の足利市長とか栃木県の県議会議員とかをしてた人ですね。まあ、統一教会と慰安婦団体と自民党っていうような関係について語ってます。主にね安倍派閥の人たちが韓国を問題視しだした時期があったようです。まあ、それがね慰安婦問題ですね。でもこれは統一教会が慰安婦団体を敵対視したことから自民党にねお前らも慰安婦団体を叩けと言って動き出した運動みたいですね。まあ、そういう形で解説してます。だから慰安婦団体にね怒ってる人たちは統一教会からねお願いされて動いてる人が多いってことですね。まあ、そういった政治家とかね統一教会の支持者を持っている政治家が多いわけですね。この問題は2012年8月14日のソウルで日本の植民地支配からの解放を祝う光復節を翌日に控えて和服とか漢服を身にまとう約500人の女性が市内中心部に現れて日本人を代表してお詫びしますと従軍慰安婦問題の謝罪文を配り始めたようです。そこをね中央日報や東亜日報など韓国の主要紙が報道して日本でもネットニュースとか週刊誌などで報じられました。まあ、それでね日韓双方の一部メディアでこの女性たちは旧統一教会の信者であると見方が示されています。またね韓国の大手通信社の連合ニュースもその日にね韓国の全国13カ所で約1200人の日本人女性信者がガイドに出て慰安婦問題について謝罪したことを報道しています。まあ、ちなみにね8月15日は日本では終戦の日で韓国では光復節で日本の統治から独立した日ってことでね休みになってます。まあ、その日に韓国と日本を煽る行動に出たわけですね。靖国参拝もこの終戦の日にやって韓国を一番ね煽ることができる日なわけですね。韓国の統一教会の日本人信者は完全にマインドコントロールされてるから言いなりなわけですね。まあ、それであえてね朝日新聞の撤回された慰安婦問題の話題を取り上げたりとかしてねわざと煽り運転して揉めさせて信者が拡散して慰安婦団体を叩かせるわけですね。韓国にいる日本人の統一教会信者を利用してソウル中心部や日本大使館前で謝罪運動が行われて日本人として謝罪するっていう運動をしたわけですね。
従軍慰安婦像が設置されたのもその少し前だったみたいですね。統一教会は従軍慰安婦問題を利用して日韓間の歴史認識のズレを国際社会に示して、日本人女性信者を通じてね、わざと喧嘩させてるわけですね。統一教会側としたら従軍慰安婦問題を利用して日本の外交に影響を与えようとする活動を展開してきましたけども、これはね、統一教会が日韓の緊張を煽ることで韓国内の支持を固める戦略の一環だったようですね。まあ、選挙の票を獲得するために、まあ、日本を嫌う大統領とかね、まあ、そういう形で政治的な背景があるようですね。まあ、ムンジェインさんはね、日本大好きなんですけどね。ただまあ政党としては大嫌いって感じでやってるわけですね。だからまあ日本では安倍派閥が統一教会を利用しているようで、逆にね、利用されてたわけですね。まあ、自称保守の文化人も韓国を歩くことでビジネスにもなるから、みんなね、ウィミンの関係でそれに慰安婦団体が利用されただけとですね。まあ、それがね、今ではムスリム墓地とかね、クルド人問題とか、そっちの方向に移行してるかもしれませんね。まあ、バレ出したからね、慰安婦団体じゃなくてムスリムとかクルド人とか、そっちの方向に移行してるんでしょうね。まあ、そういった感じで統一教会が煽るような行動をね、取らなかったら大きな国際問題にはなってなかったわけですね。安倍晋三元首相の暗殺後に統一教会の問題がクローズアップされてね、自民党内でも教団との関係を見直す動きが加速しましたけども、実際にはね、表面的だけで今でもズブズブなわけですね。まあそれはね、自民党の秘書とかスタッフに統一教会が入り込んでますからね、めちゃくちゃ弱みをね、握られてるから、辞めさせることなんて無理ですよね。だからね、統一教会に近い議員とかで杉田水脈議員が差別発言しても出世したりとかするわけですね。いろいろとね、まあ、最近でも声が出して報じられてましたね。もう完全にね、統一教会の言いなりですからね。皇室典範に関してもね、統一教会とか日本会議の言いなりだから断言出したわけですね。本来であれば統一教会のようなカルト宗教団体の違法なね、活動とか、そういったことに、まあ、宗教法人法の改正とか反セクト法の制定とかを検討すべきですけども、まあこれはね、創価学会とかも絡んでたりとか、あまり厳しくね、できないわけですね。まあ、ようやくね、解散請求とまではね、動き出しましたけども、どうなるかですね。まあ、ちなみにね、河野太郎さんがよくね、攻撃されてますけども、これもね、女性天皇と女系天皇を推進してるから、統一教会が気に食わないんで叩くわけですね。ちなみにね、この間、和也さんが X で投稿してましたけども、百田直樹さんは1割の善良なバカを騙したら、国会議員になれると投稿してましたね。まあ、こういう形でね、投稿してますね。1割のバカをね、騙したら国会議員になれるわけですね。だからこの間もね、演説とかしてましたね。まあこういう形でね、まあ証拠ないんだけどもってことで、中国からね、最も金もらってるのは、岸田文雄とかね、河野太郎の会社は中国の人民解放軍が作ったね、会社ってことで、まあこういうデマをね、言いまくってるわけですね。証拠ないけどって言いながら、デマばっかり言うわけですね。ただね、安倍派閥の人にはね、優しいわけですね。中国からね、金もらってるぞって言った岸田文雄が、一番優しくね、対応したのが、萩生田議員ですね。でも萩生田議員はね、文句言わないわけですね。中国から金もらってるんだったらね、その中国から金もらった岸田首相が優しい対応の萩生田議員はやばいはずですよね。でも萩生田議員は褒めまくるわけですね。まあそういうね、矛盾点があるわけですね。まあこれに関してはね、河野太郎さんもまあ解説してますけども、フェイクニュースってことでね、両親は日本人で日本で生まれて中国国籍もないよってことですね。でこの中国共産党のバッジに関してはフェイクニュースでね、これは北京で開催された時にセキュリティレベルがね、分かるようにしたわけですね。出席代表には専用のバッジが与えられて、まあ、それをね、フェイクニュースとして拡散しまくってるわけですね。叩ける材料があったらフェイクニュースでもやるわけですね。まあ、デマ太郎って言いながら、デマはね、百田直樹なわけですね。でも、まあ、百田直樹の部下のね、篠原丈一郎とか、まあ、そういった人たちが河野太郎とかをね、叩いてるわけですね。一番デマばかりね、言ってるのは百田直樹ですからね。まあ、デマ太郎とトレンドになったらね、またデマの百田直樹の仕業かとね、思うといいと思いますね。まあ、ちなみに僕はね、百田直樹を以前はね、信じてたんで、結構まあ肯定的な投稿も以前はしてましたけども、否定的な投稿をね、2、3回しただけでブロックされました。特にね、直接絡んでないのにブロックされました。まだなんか直接ね、リプライとかして絡んだらわかりますけども、リプライとかで絡んでないのに、百田直樹のことに関してね、否定的な意見すると、すぐにブロックされました。よくまあ河野太郎がね、ブロック太郎とかトレンドになってますけども、一番ブロックするのが百田直樹ですね。まあ、こんな感じでね、よくまあ百田さんから攻撃されてる和田さんとかも、名前はね、出してませんけども、まあ、この百田さんのことを言ってるんでしょうね。デマばっかり言ってね、そんなデマをね、吹いたところで、中国が得するだけってことで、まあ、ある意味ね、百田直樹さんは中国の味方なわけですね。河野太郎さんとかを、まあ、中国とかで叩いてる人は、ある意味ね、中国側の人間なわけですね。
まあそんな感じでね、今日は統一教会に絡んでいる篠原丈一郎とか、いろいろとね、まあこういったまあトレンドとかには気をつけた方がいいよっていう話題でした。他にもね、篠原さんは統一教会の動画をいくつか出してますけども、どんな感じでね、擁護してるのかなって見方すると面白いかもしれませんね。まあ、ちなみにね、春の園遊会が開催されてましたけども、テレ東ビズの動画でアクション様のね、父兄と立ち位置の順番についてね、いろんなことが判明しました。まずね、アクション様のね、父兄の話ですけども、川淵三郎さんとの話題ですね。川淵さんは天皇皇后両陛下と話されていて、八村塁が今度のねパリ五輪に出たいと言ってると、まあ、さらっとねすごい発言してましたけども、話が終わってアクション様までね1分30秒ぐらい時間がありました。つまりね、川淵さんはその間待ってたわけですね。まあ、それでねアクション様がね川淵さんと話をしましたけども、その会話した時間がわずか1分43秒です。その間に天皇皇后両陛下が話をされてたのが横尾忠則さんですね、美術家の人ですね。耳がね悪いんで時間も予定よりかかったのかもしれませんけども、両陛下は5分10秒会話してました。まあ、つまりね5分10秒から1分43秒を引いた数字と1分30秒ね待たされた時間を足した数字が、川淵さんが合計でね待たされた時間ですね。だから4分57秒でほぼね5分間待たされたわけですね。まあ、いくらなんでもねふざけてますよね。しかもねアクション様は川淵さんと会話が終わってから奥の人と会話してました。かなりね失礼な行動ですよね。奥の人と話をするから川淵さんに一歩接近して、川淵さんを無視して奥の人と話をしてました。だからまあ二重の意味でね失礼な行動ですね。園遊会は天皇皇后両陛下が主催していて、他の皇族は両陛下をお支えする立場にあるわけですね。だから両陛下の様子を見てそれに合わせてね話をつなげたりとかしなければいけないと思いますけども、まあ、最後はねまだ終わんないのって感じで雅子さまに圧をかけてましたね。いろいろとね不敬ですよね。まあそれはね、今の話をまとめた映像が、まあ、こちらですね。まあ、こんな感じで、まあ、このね、会話が終わってから、まあ、この川淵さんね、待ってて、で、この会話、まあ、この会話がね、始まりますけども、まあ、そこから、すぐにね、会話終わってから、後ろの人と話してね、まあ、川淵さんは下向いてますよね。で、これね、まあ、話が終わってから、まあ、秋田様がね、まだかって感じで、いろいろとね、まあ、圧をかけるというか、まあ、そんな感じの状況だったわけですね。まあ、この辺でね、アクション様がめちゃくちゃ不敬であることが分かりますよね。まあ、いろいろとね、失礼ですけども、まあ、過去のね、園遊会見たら、基本的には天皇皇后両陛下は一緒の相手と話をね、されていて、ご夫婦の時とかにはね、たまにこの2人ね、別々で話とかをしたりとかもしてました。まあ、さらにね、昨年とかは、スピードスケートの高木美帆選手と伊藤美誠選手についてね、まあ、それぞれね、話してましたけども、伊藤選手と話をしている時に、高木美帆選手が暇そうにね、してたんで、まあ、それにね、雅子様が気づいて、伊藤選手と高木選手をつなげるようにね、会話して、神対応したわけですね。逆にね、アクション5歳は、ほとんど別々に会話していて、お相手がね、夫婦じゃなくて、一人の時に関しては、どうしても時間的にね、合わなくなるから、アクション様の会話に、キコ様も加わってましたね。ただね、まあ、キコ様はほとんど会話せずに、まあ、話をするときに関しては、アクション様にね、まあ、この相槌を求める感じで、顔をね、覗き込みながら、なんか話をして、アクション様はね、まあ、それも気づいてるんだけども、まあ、顔を合わせずにね、まあ、話だけは合わせるって感じのスタイルでした。まあ、この辺でね、園遊会に関しては、アクション5歳の仲の良さが伝わってきますよね。そしてね、天皇皇后両陛下の仲の良さも伝わってきますね。まあ、この対応がね、素晴らしすぎますよね。まあ、そしてまあ雅子様のねすごいところに関しては、横尾忠則さんが耳がね悪いことを事前に分かっているんで、普通にね会話したら何度も通訳みたいな感じで後ろの人が近くでね、まあこんなこと言ってるよってことで耳打ちしなければいけないんで、まあそれが分かっているからね、猫の写真をたくさん見せたわけですね。横尾忠則さんは美術家ですけども、たま帰っておいでっていう作品は自分が飼っていた猫の絵だけでね一冊になった画集だってことですね。しかも横尾さんはこの絵はねアートじゃなくて猫への愛を描いたと語ってるわけですね。まあそのね猫への愛情が分かっているから雅子さまは猫の写真をたくさんね見せたわけですね。まあ、ちなみにね玉が亡くなってから横尾さんはおでんっていう猫を飼い出したとね言ってましたね。まあ、なかなかね猫にもおでんっていう名前は思いつきませんけども、まあ、玉っていうねありふれたネーミングとおでんっていうねなんかこの猫はすごい好きなんだけども、ネーミングは呼びやすければねいいんかなって感じがしますね。まあ、ただね、やはりまあ耳が悪くて猫好きってことを考慮して猫の写真をたくさん見てもらって、耳が聞こえなくても写真は見れるしね、まあ、そういった意味では雅子さまはすごいですよね。まあ、こういった相手にはね、まあ、どういったまあ対応しようかなと感じで相手のことを考えて行動していることが分かりますよね。まあ、逆にね、アクション様は相手のことを全く考えてないですからね。まあ、愛子様もね結構まあジェスチャーとか使ってましたからね。
まあこの辺がまあ対応がね、園遊会とかですごい現れますね。まあ菊花様に関してもね、何を話してるのか分かんないけども、あんまりね会話が盛り上がってる感じがしないですからね。まあアクションおばさんはね、まあこの最悪のカップルだと思いますけどね。アクション様もね、菊花様のことを無視してるしね、菊花様はこういう時ぐらいね仲良くしようって感じで歩み寄ってますけども、まあお構いなしって感じですからね。ただこのまま行ったら最悪のカップルが日本の象徴って感じで、そういった危険性が残ってるわけですね。もしそうなったらね、自称男系男子のふりをしている人たちとか、女性天皇派のふりをしている人たちは万々歳ですね。これでね、皇室が潰れるってなりますからね。まあ、ちなみにね、今回の園遊会での立ち位置に関しても、愛子様の立ち位置がおかしいという人もいましたけども、まあ、これはね、現時点での皇室典範では、正しいとまではね、いかなくても、間違っているとまでは言えないわけですね。それをね、皇室典範のスペシャリストの野間さんが開催してましたね。チャット GPT ではなかなかね、皇室の話題は苦手な感じでしたけども、野間さんの解説ではね、まずこの皇室典範特例法第5条の規定によって、まあ、この並びというかね、まあ、その並びに、まあ、文句がね、言えない状況というか、まあ、こういう形で書いてるわけですね。アクシャン様はね、まあ、この即位する気がないと言ってるんだけども、この特例法の第5条の第2条の規定によって、皇位の継承に伴って皇嗣になった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によると記載されているわけですね。だからね、今回この皇太子の規定によってあの位置にいたわけですね。園遊会とか一般参賀に関しては明確にね、まあ、このようなルールになってこの並び順になりますよっていう公式な文書がないわけですね。まあ、今回のようにね、天皇皇后両陛下の横は愛子様って並びが自然にね感じますけども、これは別に天皇皇后両陛下がそうしなさいと言ったらね、愛子様も横に並ぶことができたと思います。ただね、両陛下としても、アクション5歳が次の方がいろんなことをね、考慮していいと感じたんかもしれませんね。例えば、横尾忠則さんとのね、猫の会話とか、北王子金也さんとの会話でも、愛子様の話題が入ってくると思うんですよね。まあそうした時に愛子様が横にいた場合には、それぞれのお客さんと両陛下と愛子様の3人で会話された場合には、どうしてもね、愛子様の会話時間が短くなりますよね。さらにね、愛子様が単独で話をされた場合には、両陛下が隣で愛子様の話題を出すと、愛子様が横で自分の名前を聞いて無視するわけにいかずにね、会話に入るって可能性がありますね。そうすると会話している相手を待たせてしまうわけですね。だから並び順を優先するよりか、招待客のことを考えた並び順で考えると、今回のような並び方の方が、まあ、自然だって見方もできるわけですね。まあ、そこまでね、両陛下が考えたかどうかは分からないですけども、雅子様だからこそね、そこまで招待客のことを考えたかもしれませんね。まあ、真相はね、分からないですけども、今年皇室典範が改正されて直系長子になったら、まあ、その時はね、どんな並び順になりますかね。まあ、愛子様が皇太子になった時の並び順にも注目ですね。まあ、それもね、旦那さんが皇族になって、旦那さんを間にね、挟むことで、愛子様が前の招待客と集中できるようにするんかもしれませんけども、まあ、いろいろとね、園遊会とか一般参賀とかも、まあ、そういったことがね、あるから、ルール決めとかも難しいかもしれませんね。ただね、まあ、この考えたくもないですけども、アクション5歳がね、天皇皇后両陛下になったらね、まあ、会話がマイクを通じて聞こえちゃいますよね。まあ、そうしたらね、頭が悪いのがバレて、かなりまずいと思うんですけどね。まあこれね、アクション様だったらね、短めの会話ばかりで最短記録で園遊会も終わりそうですね。まあそしてね、紀子様の声とかもマイクで拾うでしょうからね。まあそれはそれでね、やばいですね。まあちなみにね、おそらくね、アクション様がね、まあ、川淵さんとの会話が短かったのは、まあ、なんかね、冒頭部分でサッカーの話題をしてる感じだったし、高円宮様がね、亡くなった時に、総裁に関しては英語を話せる人じゃないと、総裁はね、務まらないと言われたのがショックで、早めにね、会話とかを終わらせたんかもしれませんね。まあちなみにね、園遊会を TBS が流していてね、まあ紀子様が入場してきた瞬間に地震速報がテロップで出てね、笑っちゃいましたね。まあこれでね、園遊会で紀子様が入ってくるときに、まあ、この速報でね、まあ、地震速報ということで流れたわけですね。なんかこの辺がね、紀子様が入場してきた瞬間にね、地震速報のテロップって感じで笑っちゃいますよね。逆にね、愛子様に関しては伊勢神宮でね、玉串を捧げる時だけ光が差していてね、なんかこの皇室と天気に関してはなんか不思議な出来事が多いですよね。まあ、ちなみにね、チャット GPT ではこんな感じですね。まあ、入場に関してね、聞きましたけども、まあ、いまいちね、わかんないですね。まあ、ちょっとこの辺がチャット GPT も、まあ、皇室のことに関しては、まあ、理解がね、まあ、難しいというか分かってない感じですね。皇位継承順よりも、まあ、むしろまあその時のその場のねプロトコルとか行事の性質によって決定って感じで、まあ、普通はね内定皇族が続くということで、まあ、内定皇族やったらね愛子様なんですけども、まあ、まあ皇太子などのってことで、まあ、皇太子と同等みたいな感じでね、まあ、難しいんですけどね、その辺が、まあ、まだね、だからまあルールとか決まってないんでチャット GPT も分かんないでしょうね。まあ、こんな感じでね聞きましたけども、愛子様ちゃうんですかみたいな感じで聞いたんですけども、まあ、それでもね、まあ、こういう形で、まあ、ルールがね決まってないから分かんない感じですね。
まあ、チャット GPT もね、よく分かってないから、まあ、継承順位が、アクシャンさんのね、次は、愛子様みたいな感じでね、なってるから、愛子様にもね、こういう継承権があるみたいな感じで書いてますからね。まあ、愛子様にね、こういう継承権が与えられたら、当然まあ、1位ですからね。まあ、その辺で、チャット GPT は、まあ、この辺がね、まだ弱いかなって感じですね。まあ、それにしてもね、国会議員とかを早くね、女性天皇と女系天皇も含めてね、国会で議論してほしいですね。ただまあそういったね、まあこの女性天皇とか女系天皇派を攻撃しまくるのもね、統一教会ですね。だからまあ河野太郎をね、叩いてる人も安倍派閥とか日本保守党とか、そういった団結男子の人たちですね。例えばね、河野太郎が中国でね、問題って言うけども、そしてまあ問題ってね、言う人に限ってトランプ大統領を応援してますよね。トランプさんもね、中国を含む複数の国にね、まあ、事業とかを展開ってことで、中国ともね、ある意味会社としてはね、ズブズブですからね。娘のイバンカさんも中国での商標権を多数保持ということで、まあ、そんな感じでね、報じられてますね。で、まあ、河野太郎と中国をね、叩く人に限って、中国とズブズブのトランプさんをね、叩かないわけですね。だからまあ、ただ単にね、女性天皇、女系天皇派の河野太郎さんを潰してたら、理由はね、何でもいいわけですね。だからまあ、中国とね、絡んでるとか、ワクチンデマとかを使って河野太郎さんを叩くわけですね。まあ、問題点があったらね、必要以上に叩くわけですね。当然ね、叩く材料はあるんだけども、それをね、必要以上に叩くわけですね。しかもデマまで使って叩くわけですね。それが日本保守党とか女性天皇派のふりをしている篠原丈一郎とか、まあ、そういった人たちなわけですね。まあ、そういった、ね、人たちとはこれからも戦っていかなければいけないですね。まあそういうことで、やはりね、悪いことをした人たちはみんな裁かれなければいけませんね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？動画をご視聴いただきありがとうございます。良かったと思う方はグッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり、情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんで、そちらの方もお待ちしております。